JBC 終わりたてということで、竹内です。こんにちは、こんばんはということなんですけど、今ね、JBC が終わったところで、メルボルンカップの動画を撮っています。まあ、JBC ちょっといろいろね、話題が豊富だったんで、話したいこといっぱいあるんですけど、まず先にね、ちょっと、メルボルンカップの方を終わらせていきたいと思います。はい、注目馬2頭のね、ご紹介したいなと思います。2016年に当てて以来、2016年に多分動画で1回当てて以来、買った記憶もあんまりないんですけど、当たった記憶もないんですけどね。はい。なので、まあ、2019年ちょっと当てたいなっていうふうに思って、ちょっと頑張って、ピックアップしていきたいと思います。にしてもね、ほんとね、時間がタイトなんですよね、今週ね。もう動画、結構もう、これ詰めてね、もう中央が終わって、JBC があって、メルボルンがあってっていう感じなんで、すごく今早口でやっていかなきゃいけないんだ。早口でやっていかなきゃいけないので、ちょっと聞き取りづらいところね、多々あるかと思いますが、我慢してくださいという感じでやっていきたいと思います。まず1投目、バウ&ディクレア、馬番23、ゲート21となります。まあ、メルボルンカップ、当然これね、メルトグラスが人気するとして、特に JRA 発売ではもう、現地より全然売れると思います。はい。なので、まあ、そういうところを考慮すると、まあ、前走負けてる馬の単勝を、は当然買いにくい、売れにくくなるかなっていうところもあるんですが、まあ、この馬に関してはコーフィールドカップ前走メルドグラスに負けてますが、追い出されてからね、加速するまでにちょっと時間がかかるタイプだったりしますし、追いにくい場面があったので、うん、実力出し切れてないなっていうところがありました。メルドグラスは実力を出し切ったなと逆に思ったんですけど、今回、金量52キロにもなりますし、まあ、メルドグラス56ということで、まあ、もっと詰めて、逆転できても全然おかしくないなと思います。うん。2走前のターンブルセイクスでもね、追い出しを待たされて4着になりましたし、ただね、この2戦ね、実力を出し切れてないとは思うんですけど、使われて良くなっていくタイプっていう戦歴的にも、なっているので、ここらでね、一発ありそうな馬ではあるなと思います。うん。あと、また馬場がちょっと渋ってる時ね、でも全然好走してる馬なんですけど、フレミトン競馬場の天気見ると、昨日も、雨だったのかな、昨日も雨だったんですよ。で、今現在もね、降水確率は結構高くて雨が降ってるみたいなんで、で、ただまあ、フレミト競馬場に関しては水はけがいいっていうふうにはね、ちょっと聞いているんですけど、まあ、多少なりともね、この馬にとってはプラスになってくるんじゃないかなと思います。その天候の部分でもいいかなと思いますし、まあ、オッズ的にも買いやすくなってくるんじゃないかなと思いますので、結構この馬にはがっつりいきたいなと思っております。で、もう一頭ですね。これはなんか、こっちは人気するかなと思うんですけど、コンスタンティーノープルは、買いたいですね。馬番が19のゲート7となります。で、まあ、この馬もね、前走メールドグラスに負けて4着になってるんですけど、もう直線でかなりね、致命的な不利がありました。うん。スムーズだったら、いや、うん、メールドグラスに勝ってたんじゃないですかねって思うぐらい、致命的なミスがありながら4着まで来てましたね。で、まあ、コーナーでやらかして、まあ、位置取りを下げてしまってますし、本当に騎乗ミスって言えるね、大きな箇所が2つあったんですよね、この馬ね。で、その中で、まあ、4着だったっていうところを考えると、まあ、前走を見たレースとは全く違う姿がね、今回見れる可能性は結構高いんじゃないかなっていうふうに思います。うん。まあ、完全にまあ、立ち上がるぐらいっていうか、もう、なんだろうな、普通の騎手だったらもうそこで諦めるぐらいのね、不利がありましたし、まあ、そこに至るまでのね、ミスがあったせいでそれが起きたっていうところがあって、本当に、全然実力を出し切れてないっていうところがありました。で、まあ、その前ですかね、まあ、グレート、ボルティジュールステークスか。もう言いにくいですね。で、まあ、ロジシャンの2着だったんですけど、まあ、5頭立てとはいえね、3着以下に、かなり差をつけて、勝利しております。勝利じゃなくて、3着以下にはかなり差をつけて、3着以下には勝ってるという感じで、やっぱ能力高いものだなっていうのはね、過去のレース見ても思います。はい。で、前走の話に戻ると、まあ、まあ、調教師とね、ジョッキーが変わって初戦で大ポカやらかしてるということで、まあ、まあ、特にですね、メイドグラスが出ていたことによって、このレースを見ている人もいると思いますし、まあ、結果を気にして見ている人がいると思うので、まあ、4着であればね、その分、当然メールドグラスの方を評価して買う人が多いでしょうし、買いやすいオッズにね、なってくれるじゃないかなというふうに思います。不利2つがなければ多分もう全く今回オッズが違ったと思うので、
タラレバ馬券道的には一番、まあ、買いやすいタイプの馬、狙いやすいタイプの馬かなというふうには個人的には思います。はい、ね、で、まあ、馬券的にはそうですね、その2頭ですね、はい、バー&ディクレアと、コンスタンティノープルの2頭、まあ、2頭多分単勝買っても、まあ、どっちかが2倍切ることはないと思うので、まあ、はい、メイドグラスがオッズ吸ってくれるはずですから、2頭とも単勝買えますで、馬連とワイドですね。で、まあ、副賞オッズがちょっと読めませんけど、2倍以上なら副賞も買おうかなと。いう感じです。先週の、まあ、宮古ステークスとかアルゼンチン共和国杯みたいな感じですね、まあ、2頭選んでその2頭だけの馬券に絞るという感じで、やっていきたいなっていうふうに、思っております。はい、で今ねもうカメラの電池がちょっと今なくて焦ってるんですけど、JBC に関しては、そうですね、1個目、レディースクラシックは、まあ、ヤマニアンプリメとファッショニスタのワイドは取れたんですけども、まあまあ、安い配当でしたし、まあそれよりも、その当たったことどうこうよりもね、戸崎騎手がちょっといきなり落馬して、うん、結構現地からは、結構ひどそうな写真も、ね、SNS とかで、アップされてるの見ました。で、開放骨折じゃないかっていう疑惑、まあ、疑いの範囲らしいんですけど、さっき、そういう報道を見ました。なので、ね、ちょっと JRA の方にも、かなり響いてくるであろうという感じですね。はい。で、スプリント。スプリントに関してはね、もう藤田七子騎手がね、これも偉業達成かっていう直前でブルドッグボスが刺し、3着もトロバオということでね、3連単が140万ついてしまうということで、まあ、僕の狙っていたサクセスエナジーに関しては、まあ、そうですね、もうスタートして、まあ、コーナー曲がるところでもう、コパノにビビっちゃってね、馬が、もう完全に馬がもうパニックを起こして、ひるんで走る気なくしたっていうね、もう松山騎手ともう全然、もう馬が合ってない、もう完全に喧嘩してるなっていうのはよく分かりました。はい。なので、時点でもう外れたのはね、しゃあないなっていうふうに思いました。もう非常にがっかりしましたけど、結構突っ込んでしまったので。で、まあ、松山騎手がやらかしたっていうか、まあ、もうちょっとね、馬のことを考えてね、気象的にいろいろある馬なので、もうちょっとね、考えてほしかったんですけど、まあ、松山騎手今日やらかしたなと思ったところで、最後、アンデスクイーン、松山騎手ね、戸崎騎手が落馬したことで、乗り換わりということになって、まあ、力足りてないにしてもちょっと負けすぎかなと思いましたね。まあね、3コーナーでついていけたら面白いワンチャンあるって言ってたセンチュリオンは3着に残ってくれましたけど、やっぱ中和ビザーズとオメガパフュームのね、対マン勝負という風になってしまいました。うん。まあ JBC はね、もう、グーのでも出ないくらい、負けということになってしまいましたので、ちょっとね、このメルボルンの方で、一発ね、頑張って取り返して、で、週末の、JRA の方の予想も、また頑張ってアップしたいと思っております。ということで、ちょっとね、早口でね、ごちゃごちゃっとしたところありますけど、まあまあまあ、慌てて収録してるので、ご了承いただければなと思います。さきよしでした。さよなら。